マイケル・ゴメスは、アイルランドの男性プロボクサー。ロングフォード県、ロングフォード出身。元ブバーバックチューブフェザー級王者。元 IBF インターコンチネンタルフェザー級王者。元、ブバーバック英国スーパーフェザー級王者。元 WBO、インターコンチネンタルスーパーフェザー級王者。元 WBU 世界、スーパーフェザー級王者。元 WBA、 インターコンチネンタルスーパーフェザー級王者。彼は、アイリッシュトラベラーのアームストロング家の家族の一員として、アイルランドのロングフォード県、ロングフォードで生まれ、ダブリンで過ごし、9歳の時に家族と共に、マンチェスターへ移った。1995年にプロボクサーとしてデビューしてからは、2000年に、ブバーバックから、ロンズレールベルトを贈呈されたり、2003年には、 アレックス・ワーサーを破るなど、ブバーバック、英国スーパーフェザー級王者として、大きな功績を残した。マイケル・ゴメスこと、マイケル・アームストロングは、アイリッシュトラベラーのアームストロング家の家族の一員として、アイルランドのロングフォード県、ロングフォードで生まれた。母親は、目の不自由な父親の代わりに車を運転していて、街灯の柱に車を衝突させてしまったが、 彼を連れて病院に働きに出ていた。マイケルは後部座席に乗せられて連れられていた。ミット打ちをしているマイケル・ゴメス一家はダブリンに移り住んだが、父親は網膜色素変性症がかなり進行し、目が見づらくなったので、マイケルが9歳の時に一家はマンチェスターへ移った。10人兄弟だった。妹のルイーズが乳幼児突然死傷候群で死んでからは、 母親は別人になったかのように家族と過ごした。その後、マイケルは、いろいろな孤児院に入ったり、不登校を繰り返すことに青年期を費やした。母親から子供による万引きの方法を教わるなど、マンチェスターでの少年期の大部分は、軽犯罪と関わっていた。9歳の時に、ブライアン・ヒューズのカリハーストやモストンボーイズクラブで、ボクシングのトレーニングを開始した。 マンチェスター北部のローカルチームが彼が支払えないほどの罰金を課すまではサッカーもしていた。ボクシングに集中するためにサッカーをやめた。彼が孤児院で過ごしてる時に残った仲間で、後に妻となるアリソンとの出会いもあった。キャリア初期の17歳の時だった。ありがとうございます。